皆さん、おこんにちは、はマピアンです。はい、ですね、今回動画を始める前に、てかメインに入る前に、皆さんはね、今までちょっと自分とちょっとなんか変化があったと思いませんか？最近見てくれてる人とか、結構見続けてる人は多分わかると思うんですけども、そうです、私マピオンはずっと続けてきたなんたらなんたらのマピオンですっていうのをやめました。はい、動画がなくなったです。はい、今までずっとそれをね、俺のスタイルだと思ってやってきたんですけども、ちょっと無駄なのかなと思い始めて、はい、やめることにしましたが、今回だけ言わせてください。私マピオン、2019年1月20日でなんと24歳になりました。もう若者とは言えないんじゃないかと思うんですけども、ただ俺はこう常に全盛期でいたいと思ってるから、もう実は22歳あたりからもう年齢を気にすることはなくなったんですよ。はい、もう少しであと23歳だ、やだとか、そういうのはもう完全に全然そんなこと思ってない。でいくらね、頑張ろうとしてもやめてとお願いしてもね、神様に全然時は過ぎていくだけだし、そんなこと考える暇があったらもう今をどうね、充実させるか考えようと思ってね、23歳やだ、24歳やだとかね、なりたくねえ、年取りたくねえと思う暇があったらね、24歳になっても元気でね、23歳の時と変わらずに元気でいるためにどうしたらいいかっていうのを考えた方がいいんじゃないかと思って、はい、そう思ってからもう全くね、年が取るっていうのを全く考えずにいます。はい、まあただね、やっぱ24となって、まあ、いい大人だと思うんで、はい、まあ子供の時はね、いつもこうね、いつも通りわちゃわちゃしようと思うんですけども、大人の時は大人の姿でいろいろと活動していこうかなと。はい、大人の姿でしかできないこともたくさんあると思うし、はい、まあ新しい転職ね、新しい仕事について、まあ自分の例えば行動一つとか自分の言葉一つでいろいろと動かせるようにもなってるんで、はい、前の時はもうね、完全にもう言われた指示をただやるだけっていう感じだったんですけども、まあね、これからちょっと精進していこうと思うんでよろしくお願いしますって感じです。はい、ということで今回はアプリ紹介です。で、今回紹介するアプリなんですけども、ですね、前回がね、結構前なんです。前回が多分ウォレットとかホームとかだった気がする。これだよな。何紹介するのかっていうとですね、はい、皆様ゲーセン行ったことありますか？音ゲー、リズムゲーっていうの、リズムゲーじゃやったことありますか？俺音ゲーすごい好きなんですよ。はい、って言っても俺音ゲー好きって言ってもね、いろんな種類があるんですよね。マイマイとかね、いろいろとあったりするんですけども、一つしか実はやったことないんだよね、実は。まあ今回紹介するのは何かっていうと、指糸プラスっていうアプリです。はい、そうなんですよ。ゲーセンでね、今もすごい結構昔からある、アーケードゲーム、アーケードのリズムゲームなんですけど、指糸という筐体がありまして、はい、すごい面白いの。まあそれは何かっていうと、まあこう16個のね、パネルがあって音楽があるんですね。音楽が流れて、でこうリズムよくこうパネルにこうマーカーみたいに表示するから、そのタイミングタッチしていくだけっていう、まあすごい簡単なやつなんですけども、それすごい好きで、俺もう本当に大好きで、高校生の頃かな、1週間に1回か1週間に2回ぐらいはわざわざ駅前まで行って、近くにゲーセンがないから、で、まあ、100円で3曲できるんですけども、100円入れて何曲ずっとやってたんですよ。はい、ただ当時高校生の時に、ジャンプの裏表紙にすごいものをモデルにしたんですよ。指糸、俺がすごい大好きな指糸がついにアプリになると、すっごい興奮してマジと思って、はい、ただね、ただまあね、今はすごい便利な時代で何でもできちゃうような時代ですけども、はい、当時俺は高校生の時は指糸っていうね、やつがまあ、できるんだけど、アプリ出るんだけど、 iPhone しかね、その時出してなかったの。 iOS のみ対応っていう。で、俺その時実はずっと俺 iPhone ユーザーと思うからもいいと思うんですけど、昔はね、実は Android ユーザーだったのね。で、当時は Android だった。だから iPhone じゃないから、アプリは出てるんだけど iPhone しか使えないからできないんだよね。すごいショック受けて、だって今まで100円入れて 3曲できたんだけど、まあ、有料なんだよ。ただアプリって無料じゃん。はい、まあ、有料もあるけどさ、指板無料なの。はい、無料アプリです。
だからそれさえインストールすればもう家でずっと駅まで行かずにずっと無限に指でできるって思ってすごい興奮したんだけどできなくて、はい、それはすごい悔しくて、実はですよ、正直それが Android から iPhone に変えた理由でもあります。はい、はい、今までずっと標準アプリ紹介してましたけども、 iPhone 変えた瞬間に真っ先に一番最初にインストールしたアプリが Ubeat なんです。はい、もう正直本当に Ubeat をやりたくて iPhone に変えたって言ったら本当に過言ではないんで、はい、今回はちょっと僕の大好きな Ubeat のアプリバージョン Ubeat プラスにしておいて紹介したいと思います。はい、タッチコナミ ビーマニはい、出ました。 Ubeat プラスタッチしてください。これタッチします。Select Music。 まあこんな感じでね、ここは楽曲が選べる、メニューになっています。はい、でまあ、左上から説明すると、要は先ほど説明した通り Ubeat っていうのはこうパネル16個のパネルね、横4つ縦4つのこう16つの、パネルがあって、それマーカーが光るんですよ。それをタッチするんですけど、左上をタッチするとこういうふうに、ね、これマーカー選べるとこになってます。はい、自分の好きな、マーカー選べるんですけども、これもねすごい、何種類あるんだろうこれ。俺が気に入ってるのはこの右にあるね、このタッチっていうオレンジ色のやつなんですけど、これで実際にタッチして、こんな感じでね、タイミング、タッチのタイミングとか言ってます。ちょっとダメとか、パーフェクトとか言ってくれます。はい。だどのタイミングなのがパーフェクトなのかっていうのをここでね、練習できます。で、他にも、これすごい面白い。こういう風に、こういうマーカーとかあったり、本当に無料ですよ。無料なのに、すでにマーカー、こんなたくさんあるっていう。それ自分のお気に入りマーカーとか、タッチしやすいマーカーとかを自分で選べると。で、その右、設定ですね。設定を押すと、テーマ、ニット。テーマ、これクラシック、リップルス、リットってあるんですけど、ニットかな、あるんですけども、さっきタイトルが黄色だったじゃないですか。それを変えられると。はい、クラシックにすると、クラシックチェック入れて、かつチェック入るんですよ。で、右上のテーマ変更と押すと、一旦再起動になります。ほら、ちょっと変わりましたね、雰囲気が。で、雰囲気を買ったのはこの最初じゃなくて、こんな感じで背景も、クラシックかっこよくなってます。はい、でメニューもすごいかっこよくなってますね。こんな感じで選べると。で、下コンボを表示、これ楽曲プレイ中に何コンボとか真ん中に表示されるんですけど、それを表示するかしないかです。レーティングチップ、プレイヤーズ、これなんだろう、これなんだっけな、ごめんなさい、これ忘れました。これはちょっとすいません、テロップ載せてきます。はい、ツイッターカスタマイズ、ツイッター背景を変更すればいいんですよ。ツイッター投稿用、スライドするといろいろとできる。ツイッターの背景を変更すればいい。画面をこういうふうにできるってこと。判定タイミングの調整、右にこの判定のタイミングが遅くなります。プレビュー、ちょっと練習できる。判定のタイミングが遅くなりますと、ちょっとずれても、ちょっとタイミングがずれてもある程度修正してくれるとか。タッチ範囲の調節、あ、これ重要だな。タッチ範囲を大きくするほど一定のタッチで隣接する複数のパネルが同時に反応しようと思います。ではこのパネル、これ今16個あるんですけども、はい、これの要は範囲ですね。ちっちゃいんだよ。そう、これ後で言おうと思ったんだけど今言わせてもらいます。ですね、Ubeat、アーケードってたんですけど、最初はね、ゲーセンに置いてあるやつはすごいでかいの。こんぐらいあって、で、だから、パネルもでかいからタッチしやすかったね。ただ、これは、やっぱ、スマホだから小さいじゃん、パネルが。はい。で、時々、このパネル一つ分のマーカー、一つパン、もう一つパンってできるやつもあるんだけど、同時に、もう、6個ぐらいマーカーがバッって出てきて、それ同時にタッチしなきゃいけないんですよ。その時に、やっぱり指があんまり太い人だとなんかちょっと反応しない時があるね。はい、ちょっとずれちゃったり、パネルが小さいからこっちは押してるつもりなんだけど指は触れてないでみたいな、反応できてないみたいなことがある。はい、だその範囲の調整
ていうか、あの反応だね、反応をちょっと小さくしたり大きくしたりできると。はい、次、指糸を探す。指糸プラスの周知。え、すげえ、こんなことできんの、すげえ。位置もろバレだけど、 GPS みたいなやつ使って近いとことか場所が分かるんだ。え、すげえ、こんなことできんだね。まあ大体もうこの辺はもう把握してるからあんまり必要ないんだけど、ただあんまり見知らぬところに行って、あ、ちょっと今すげえなんか指痛いてえなと思ったらこれ調べられて、すげえ。で、各種契約について、まあこれはあれですね、まあ、利用規約みたいな、あの法的なやつだと思います。はい、で、お問い合わせも下にあるんでね、ちょっとバグとかちょっとなんか物申したいときはちょっとこのお問い合わせで多分メールかなんか電話かなんかでいろいろと言えると。次、持っていない曲の譜面を削除する。持っていない曲の譜面、持っていない曲のカスタム譜面を全て削除してほしいでしょうか。どういうことだろうな。持っていない曲の譜面を削除する、どういうこと。で、次なんですけども、下にね、How to play ってあります。はい、まあ、遊び方ですね。はい、これ手間が省けていいなと思いました。俺的には自分でこうやってやりながら説明するのかなと思ったけど、ちゃんとやり方、遊び方みたいなあるみたいなんで、これちょっとタッチしてみます。はい、音楽に合わせて出てくるマーカーをタッチ、タイミングよくタッチして高得点を狙いましょう。ポイントはタッチのタイミング、曲のリズムに合わせてマーカーが一番大きくなる瞬間を狙います。長いマーカー、ホールドマーカー、曲調が長いパートに出てくる長押しマーカーです。ホールドマーカー、曲調が長いパートに出てくる長押しマーカーです。昔なかったの、このホールドマーカーっていうやつ自体。なんかアップデートされて新しいこういう風にホールドマーカーが出てきたんですけども、はい、それはこのアプリでもなんか適用されてるんですね。で、上に楽曲情報、はい、で難易度、レベルとかあります。一時停止ボタン、スコア、コンボ数ね、あります。ミュージックバー、楽曲の始めか終わりまでのマーカー出現する数の目安を表しています。黒が出現するマーカー、黄色が全てのマーカーをパーフェクトで立ち入ったやつ、青が全てのマーカーをタイミングよくタッチできます。透明かな、透明っていうか白っぽいやつがタイミングよくタッチできなかったマーカーがある。で、過去のお知らせをタッチすると、今までのインフォメーション、多分インフォメーションのやつが一通り見れると。とりあえずパッと、まあ一部ミュージックパック配信終了のお知らせとかあります。タッチすると、下記に行ってみて、一部ミュージックパックの配信を終了いたします。ミュージックパック05が、2018年3月28日に配信終了と。はい、そんな感じで、モデルを押せばさっき一覧にまた戻りますね。最後、一押しアプリ、一押しアプリをタッチするとポン。これは全然ちょっと読み込まないんで一旦終了しますけど、まあ多分なんか広告とかね、おすすめしてくださいみたい なんか企業とかメーカー、アプリのメーカーみたいなのが言ってるやつをここへ進めてるって感じかな。はい、で、まあ、閉じる。で、次こちら、友達っぽいやつ、ね、ホストを探しています。で、これでなんか通信プレイができるんですよ、これ指ビートで。すごくないですか。多分これ近くにいる人しか多分できないんだけど、全国ではできないと思う。まあ、アーケードではできますけどね、アーケードでは全国の、人たちと対戦できるんですけども、これではさすがにね、アプリではまあ、同じ U ビートプラスを持っている人たちと通信プレイでは対戦ができると。はい、で、次、この、なんだろう、いろいろと、あ、パネルっぽいマークありますけど、これタッチすると、チャレンジモードをプレイするには、購入パックの復元を行う必要があります。OK。何これ何これ初めて見たんだけど。あなたの名前を教えてください。マピヨン、名前登録しました。何これ初めて見る。遊び方、はい、チャレンジスクラッチでは毎週更新されるスクラッチシートを1日1回無料でスクラッチしてオープンしたチャレンジが、スクラッチしてオープンしたチャレンジを楽曲を遊ぶことでできる機能です。スクラッチシート、チャレンジモードに入ると現在開催中のスクラッチシートが配布されます。4×4 のパネルにはチャレンジ楽曲が付されています。要はスクラッチで個数かタップしてチャレンジ楽曲みたいなの出るの。はい、でスクラッチが終わると
その出てきた楽曲が遊べる、または無料スクラッチ後にオープンされていないパネルを起こせる、またはタップすると、無料スクラッチ J キューブを100個使用することでさらにスクラッチすることです。まあ無料でもできるけど、もうちょっと無料のやつ終わってもまた個性たいと思ったら J キューブっていうアイテムになって、それ100個消費することになってもう1回くすることができると。はい、最強じゃん。 J キューブは G ビットプラスチャレンジスクラッチ内で使えるアイテムです。消費することでスクラッチをしたりプレイコインを全回復できます。あと1回無料でスクラッチできます。今日の分まだやってないんでちょっとこすってみます。うわー、何が出るんだろう、すげえ楽しみ。この真ん中のね、ちょっとあの右下ら辺タッチ、おおおおおおお、わかる、わかんないね。ちょっと出てきた、もうちょっとこすってみよう。面白い、スクラッチオープン。マザーシップソータ藤森、藤森ソータさんが作った楽曲マザーシップが、多分使えるやつだかな。上にプラスがありますけど、これは J キューブかな。 J キューブを、あ、課金で買えるんだ。課金、120個で120円、480個480円、まあ、どれがお得っていうのは特にないですね。はい、だからまあ120円払えばもう1曲楽曲が買えるって感じかな。でですね、この右に音符みたいなんですけど、ここねすごい、指とストアとか飛んで、あの課金なんですけど、500円なんですけど、その自分の好きなね楽曲が買える。キューベルカップとかノスタルジア、リトルビッチアカデミアとか、東宝とかもあるし、すげえ有名ところがねたくさんいます。もちろんなんかナムコオリジナルっぽいやつもあれば、あのアニソン、あの今放送されてるやつとか、すごい有名なやつとかもあります。上の方スクロールすれば有名どころというかあったりするしね。ポップロ、あ、ジャンルが選べるんだ。ヒップホップ、ラップ、エレクトリック、インストゥルメンタル、アイドル、ソーシャルミュージック、アニメって調べると、東宝、あ、化け物語、有名な化け物語で、化け物、あ、ニューゲームもあるじゃん。ひもと生まれちゃんで、気になった楽曲をタッチすると、その中の楽曲、あ、これあれなんだ、アルバムを買います。1パック500円かな、大体。はい、で、気になったこの桜スキップとかシェイク欲しいのとか、ちょっと聞きたいなと思ったやつをタッチすると視聴ができます。うまるちゃんとか、全然こういう有名どころ、化け物語、うまるちゃんとか、ね、あとニューゲームとか、すごい有名な、ね、あの人気のアニソンとかも買っちゃえばその譜面で遊べるの、このアプリで。500円で例えばうまるちゃん買ったら、もう無限にうまるちゃんの譜面ができると、遊べるってことじゃん。はい、すごい。で、右上の各種規約で、なんかこれもあのさっきと同じね、あの法的なやつだと思います。はい、で、購入済みたすると、買ったやつ、何々買いましたよ、何々、どんなパックを買いましたよって分かると。で、このマネージって何、マネージライブラリ、これはよく分かりません。ギフト、これ多分ね、これここにあるやつは全部ダウンロードできるんじゃないかなと思います。お茶漬けパラダイス、フロッカーソング、リーサルフィンフォースメドレー、密林の戦い、これすげえなんかアーケード昔のゲームっぽいけど、グラディウスとかさ、頑張れゴエモンとか、めちゃめちゃ昔のゲームの BGM なのか分かんないけど遊べると。はい、で、このギフトにあるやつは多分無料でダウンロードできるから、全部遊べるって感じかな。はい、ってことでですね、じゃあ実際にちょっとプレイしてるところ見せたいなと思います。はい、まあ、100番一気にしかず、まあ、ハウトゥープレイ見たらといってもね、まあ、実際にプレイしてるところ見なきゃちょっと分かりづらいと思うんで。はい、で、インストールしたら、最初にビートをインストールしたら、使える楽曲はまずこの 4つです。最初入ってるのは、ウィリアム・テル・ジョ曲、エネルギー、で、ダンス・オール・ナイト、で、リトル・フリッパーです。はい。で、今回、ちょっとね、僕、この中ではリトル・フリッパーが好きなんで、リトル・フリッパーをちょっとやらせてもらおうと思います。はい。で、やりたい楽曲をタッチすると、こういう風にできますね。ですね、まあ、ツイッターのマークあるんですけども、あとフェイスブックね、これタッチすれば多分この楽曲とか自分のスコアを、今までのベストスコアをこうね見せることができるんじゃないかなと思います。はい、で、指ビートは楽曲1つにつき、3段階レベルがあります。このベーシック、
ベーシックが簡単な譜面です、はい、レベル3で、中ぐらいがアドバンスで、一番難しいのはこのエクストリーム、はい、で、指糸は一番レベルが高くて10です、はい、ちなみにマピオンはレベル8が限界です。で、今回はちょっとリトルフリッパーちょっとお手本ということでアドバンス、中ぐらいの譜面でやらせてもらいます。で、シングル、ホストがあるんですけども、シングルが普通にまあ自分で楽しむモードで、ホストがまあ近くにいる自分の友人とか同じ指糸クラスを持ってる人と一緒にプレイする、対戦するっていう感じですね、はい、ではやっていこうと思います。こんな感じです。フィニッシュで、このノルマが70万超えればクリアとなります、はい、70万未満だと、クリアならずということですね。ランクは C です。ちょっとこのテーブルね、ちょっとこの段差があるんですよ。これここのこれタッチすることにガタガタ震えるからちょっとミスっちゃいましたけど、でここのパネルにツイッター当たりますけど、ツイッターを押すとツイッターのこれ共有ができます。なのでね、はい、で一番右下で終了、こんな感じです。次この左下を押すとなんか楽譜みたいなのありますね。楽譜タッチすると全曲ホールド、全曲非ホールド、未プレイ曲、あ、プレイリスト作れるんだ。リストは作れるぞ。で、右上に新規ってあるけど、新規を押すと新しいプレイリストのファイルを作れるぞ。なるほど。レベル、今4曲あるんですけども、そのうちで、まあ、レベル3、レベル6、レベル7とか、ちょっと今楽曲は特に気にしないけど、なんか難しい曲やりたいなと思って、じゃあレベル9で何かあるかなと思ったらレベル9達すれば、まあその中で選べると、まあこれこの中多分全部レベル9なんですけど、はい、だからまあ絞られてないんですけども、もっといっぱいあったらレベル9が入ってる楽曲のみが表示されるっていう感じだと思います。はい、でですね、右下のちょっと上になんかこう矢印があると思うんですけど、それタッチすると、あ、表示が変えられるんだ。かなり小さくしたりとか、なるほど、大きくしたりですね。次、最後右下のラボってところにすると、リビートラボ、あ、これもインフォメーションか、はい、お知らせ、アーティスト譜面、スタッフ譜面、アーティスト譜面タッチすると、アーティストタグさんがタグストロメリアとか、新井泰樹さんかな、君も乗ってよ、小南畑野さん、トドドメスティックとかね、まあ、配信しましたよみたいな感じなのかな、はい、作ったけど微妙に、あ、新着ってことは最近出たばかりってことかな、はい、最近配信開始したやつですよってことかな。すげえ。はい、ということでいかがだったでしょうか。アプリ紹介ユビートプラスでした。僕はすごい昔からユビートやってたんで、こういうアプリがあるっていうのは本当にいいなと思いますし、はい、まあもちろんでかい方がね、やりやすくてすごく楽しいんで、まあ駅でちょっとゲーセン寄ることがあったらユビートちょっと見たりもしますけども、はい、まあちょっとね、どうしても我慢できない時とか、まあ中にはユビートすごい、まあ、今も大好きっていう人もいると思うんで、もしちょっとユビートプラスっていう存在を知らなかった人とか、ちょっと、あ、そういえば、そんな音ゲーがね、ゲーセンに100円入れて3曲しか遊べないようなやつがアプリだと全然無料できちゃうんだとかね、しかも自分の好きなアニソンだけを選んで買えばそれをずっとね、その曲で音ゲーできるんだって思った方はぜひちょっとね、ユビートプラス無料なんで、ぜひインストールしてみてはいかがでしょうかっていう感じです。はい、今譜面がちょっと小さすぎるから、アーケードの方で普通の筐体で慣れてる人は結構むずっていうか、
まあ、今まで全然余裕だったやつが結構苦戦することもあったりすると思います。はい、まあ、そこがちょっとね不便かなと思うんですけども、まあ、それはまあしゃあないよね。僕としては全然、まあね、あの指糸好きな人はすごいおすすめできますし、指糸を持ってない やったことないけど興味がある人も無料にしては結構すごいコスパがいいというか、全然ね有料にしてもいいんじゃないかって思うレベルで、楽しめると思うんで、はい、ぜひ、音ゲーとかね、ちょっとリズム感覚鍛えたい人とかね、あのいたらぜひ、ダウンロードしてみてください。感じでした。概要欄にそのアップストアのね、この指糸プラス、配信してあったら、まあ、確認してないんだけど、はい、あったらあのリンク貼っとくんで、よかったら概要欄飛んで、インストールしてみてください。それでは今回は以上、アプリ紹介の指糸プラスでした。ちなみに僕が高校生の頃初めて指糸っていうものをプレイしてね、あの初めてが、やった楽曲は、ファンキーモンキーベイビーズの、ちっぽけな勇気でした。じゃあ